ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん、ファイナルステージ2戦目終わりました。はい、ねえ。まあ、何とも言えないような、ちょっと試合になったけども。はい、今日も、まあ、あのヤクルト巨人戦を見ていきますか。そう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 。まあ、オーダーからいくと、はい、もうピッチャーだけ変えたと。高橋奎二に変えただけ、うん、はい、あとは昨日のスタメンとのは何だか変える必要がないというか変えようがないというか、うん、ヤクルトの場合はね、これが決まった感じですね。そうだね、はい、で巨人の方ね、中4日で菅野、うん、で2番に、まあ、左対策ということで廣岡で、6番にファーストで中島を入れてきたという、うん、まああとは変わらない、まあ、こういうオーダーでスタートしました。はいね、で先発ピッチャーの出来を、まあ、データと出来をちょっと話をしたいんだけども、はい、まあ、高橋巨人戦に0勝1敗防御率 4.24、うん、まあ、非常にこれを数字を見ると、うん、よくない、不安だよね。そうです ね、これをよく2戦目に持ってきたなっていうような感じがするんだけども、はい、まあ、菅野は中4日、はい、今日はねヤクルト戦に対しては2勝0敗、はい、ね、非常に相性がいい、防御率 0.39、はい、まあ、非常にこれを見たらどっちが勝つ、いやもうダントツにこちらこのデータだけだと菅野投手が有利のように見えますよね、うん、そうだね。で2年前かな、クライマックスシリーズを戦ってる時に、はい、菅野はヤクルトに対してノーヒットノーランをやってるんだよね、はい、まあ、そのぐらい相性がいい。で立ち上がり高橋の、で立ち上がりはめちゃくちゃ力んでた、うん、これほど力めるかっていうぐらい力んでた、はい、だから制球を乱すんだけども、はい、でもその初回だけだったんだよね、その乱したのが、うん、で2回以降は、まあ、初回に1回1本ヒット打たれ広岡にね、はい、その後1本しか打たれることなく、うん、6回までを2安打に抑えるという、はい、もう好投だよね。でストレートは今季最高じゃなかったかっていう走りが、ボールにめちゃくちゃ力があったわ、うん、ね。で一方巨人の菅野、まあ、中4日での登板で、まあ6回途中まで投げるんだけど、うん、4度の先頭打者を出してるという、まあ、先頭打者を出すとどうしてもやっぱ苦しいよね、うん、だからまあ苦しみながらだけどもよくこう頑張ってたなって、しのいでたなっていうような、うん、そういう今日の投球だったんだよね。はい、それでは試合を振り返ってみたいと思うんだけども、はい、まず、まあ、ヤクルトが、まあ1回行くとさ、満塁のチャンスを攻めきれず、うん、この時に、フォアボールとかヒットも絡みながらフォアボールで満塁になるんだよね。その時にツーアウトから中島の初球、インサイドをえぐっていくボールが中島にかすったように見えたんだよね、うん、で中島もアピールするんだけどさ、デッドボールですね。そうそうそう、はい、リクエストになるんだけど、うん、まあ微妙だよね、ほんと超高速で超スローで、うん、見ないとわからないぐらいなんだけど、俺はなんかね、中島の性格的に嘘つけない子なんだよね、うん、だから俺かすってるんじゃないかなっていうような気がするんだよ、うん、だけどここで1点入ってると高橋がガタガタってなった可能性もある。それはもう先ほども言っていた立ち上がりはちょっと力みがあったから、そうそう、力みがあったからね、うん、でもここを中島を三振に取って切り抜けたんだよね、うん、だからまあ無難に立ち上がったという、まあ、やっと立ち上がったという感じだったんだけど、はい、で、まあ、2回先制点を取る、はい、ポイントは6番中村、うん、これはなぜかというとパントの構えをしながら初球ポンとストライクを平気で見逃したんだよね、うん、そしたら巨人のバッテリー内野陣ってあれバントしてこないのかなとか、うん、いろんな考えを持ったと思うんだよ、はい、で2球目バスターに切り替えるんだよね、うん、向こうがシフトを引いてきたから、うん、でファールで4球目かなんかをショートゴロに打つんだけど深い位置だからゲッツー取れずに1、3塁を作れたわけよ、うん、中村が、うん、なるほど。で西浦の犠牲フライで先制ができたという、うん、だからこの中村が何をやってくるかわからないというところで非常にポイントになったなっていう、うん、そのポイントになった中村が6回、はい、ノーアウト1、2塁、はい、村上サンタナを置いて今度は初球中村が簡単にバント決めるんだよ。これはこっからの伏線ね、はい、だから何をやってくるかわからないよ、本当にまたバントでバスター来るんじゃないかとか、うん、いろんな考えがあって大きくシフトは引けなかったんだよね、うん、そこで中村が本当に三塁手にカンと取らすような、うん、もう最高のバントを決める。このことによって巨人が混乱しだすんだよ。どうしようかって、
で、ここにも書いてあるんだけども、6回、明暗を分けた采配、うん、で、高橋を変えるための申告敬遠は正解だったのか、はい、野球って難しいなと思ったよ、うん、これをね、ちょっと図で説明していきたいと思うんだけども、はい、ワンアウト、中村が送ってワンアウト、二、三塁になったよね、はい、で、次にオスナーがいるんだけど、はい、オスナーとはもう何も考えずに勝負に行くんだ、うんうん、これなぜかというとやっぱオスナがあんまり当たってないで、まあそこで三振に取るんだよね、うん、そこまでは良かった。次の西浦と勝負なのか川端と勝負なのか、でこの川端と勝負っていうのは高橋奎二が2安打に抑えてきてる、うん、全く手も足も出なかったんだよ、はい、で8三振取られてる、うん、ということは原監督はこう出て行って多分話をしたと思うんだよね、はい、高橋を変えるためにおそらく申告敬遠をするよって、うん、いう話をしたと思う、はい、でもこの投げてる守ってる、うん、バッテリー野手陣はおそらく西浦と勝負した方が危険度は薄いって多分思ってたと思う。なるほど。これなぜかというと西浦をここに歩かすことによって満塁になるよね。今年の川端の代打の切り札神様だよね、と菅野エースだけども川端の方が分があるんじゃないかっていうふうに思った節はあるんだよ多分、表情を見てると、はい、だからベンチの考え方と、うん、やっぱりやってる野手、うん、選手たちの考え方に少しズレがあったんじゃないかなっていうような気がするんだよね、うん、で結果的に川端がフォアボール、フルカウントからフォアボールを選んで押し出しの1点を取るんだよ、うん、そしたら次は当たってる塩見、はい、塩見が左中間にタイムリーヒットを打って走者一掃、うん、で勝負を決める。この勝負を決めるっていうのはさ、もうここの戦い、ここの戦い、川端が入ってフォアボールを選んだ時点でもうこの結果は、塩見の結果はもう見えてたよね、うん、なんかそんな感じのする勝負だった。これ野球はさ、難しいなと思ったのは、はい、じゃあ原監督じゃなかったら西浦と勝負したかもわからないし、うん、高津監督だったらどうしたんだろうって。やっぱ高橋奎二があれだけいいから、高橋奎二を早くマウンドから下ろすために川端との勝負を選ぶのか、もういろんな考え方ができるんだよ。だから皆さん見ててね、どう考えたかだよね。うん、俺は西浦との勝負を選んだ。これは何でかというと、やっぱ満塁での中4日の菅野と川端では、うん、川端が俺は何とかするんじゃないかなっていう予感はしてた。うん、なるほど。だから西浦との俺は勝負を選んだ。それで高橋が仮に次の回、うん、7回投げても、うん、7回投げても、はい、あと2イニング攻撃が残されて1点だったら俺はなんとかなると思ったの。でもやっぱり3回欲しかったんだろうね、打てないから。ここで変えといて、高橋を変えといて3回の勝負をしたかったと思う。でもまあ5対0からね、スアレス、清水、マクガフっていったんだけどさ、だけどもうそれはもう仕方ないよね。5点も取られてここでもう勝負ありだわ、この試合は。もうそこの采配も含め、こう今日の高橋投手の出来が良かったっていうことが、まあ、最大の要因だけどね、うん、こういう巨人を混乱に招いたというのは ね。でもあのクライマックスファーストステージ、はい、小林誠司が、はい、ね、あのエンドランを見抜いて、うん、まあ、巨人のベンチかもわからないけども、はい、見抜いて刺して、うん、あれで阪神が動けなくなり、うん、勢いを止めた。この申告敬遠はなんかそれに匹敵する結果をヤクルトが出したよね。川端のフォアボール、うん、ね、押し出しのフォアボール、うん、清水の、あの塩見の走者一掃のタイムリー、もうこれでなんかこのファイナルステージは勝負ありっていうような、なんかそんな感じがしてならないんだよね。もうここの申告敬遠、押し出し、さっき話にあった巨人の初回のデッドボールがどうだったのかっていう、うん、なんかそういったことがこの試合は
たくさん詰まっているから、ね、まあそうだね。だから、うん、非常に監督としてはやっぱりこう打てない、うん、よしチャンスだと、やっぱりエース菅野が投げてる、ね、高橋を早く下ろしたい、で3イニングの攻撃のチャンスが欲しい、はい、で菅野と川端だったら菅野、これはエース菅野を信じるわね、監督だったら、はい、ね。だけども今年の川端を見てる限りでは俺は危険度が高いなっていうふうには見てたけどね。だからこれはもう本当に難しい選択だと思うよ。まあこのね、このケースではいろんな声が聞こえて、うん、だからね、逆に言えば、うん、逆に言えばこれツーアウトになってこれ申告敬遠して川端が抑えられたとするじゃない、はい、そしたら1対0で次のピッチャーがつながなきゃいけないじゃない、うん、そしたら巨人にチャンスもあったと思うんだよ、うん、大きくチャンスになると思うんだよ、はい、でもここでやっぱ川端がやっぱこう代打の切り札として素晴らしい仕事をしたということと、うん、塩見が追い打ちをかけたということが、うん、やっぱり今のヤクルトの強さなのかなっていうふうに思うよね、うん、だからこれはもう納得するしかないのかなっていうふうには思うけど、うん、はい、監督としたら難しかったと思うよ本当にね。でも野球って面白いなと思った。そこの判断でね、だいぶまあ違うよね、はい、うん、今日は、うん、まあ、原樹と、メルセデス、はい、ね、原樹がやっぱ巨人に対していいんだわ、うん、すごく相性がね、はい、それともう大手をかけてる、うん、メルセデスはプレッシャーかかるし、うん、かけてる方は原はもう伸び伸び投げられると思うんだよね、うん、勢い的にはもう本当にヤクルトだし、なんかこれがなんか全てだったような、なんか菅野が中4日で行った分だけね、なんか落胆も大きいのかなっていう風に、今日の負けは、うん、昨日の負けか、はい、はなんかそんな感じがするね。でパリーグの方は、はい、オリックスがやっぱり連勝したという、はい、でまあやっぱりこうセリーグ同様大手をかけたという、うん、でロッテに対してゼロで抑えてる、うん、だから同じような展開なんだよね。だ巨人も1点も取れてない、はい、ロッテも1点も取れてない、はい、それで大手がかかってる、うん、ね、まあ、同じような展開になるのかなっていう気がしてます、はい、まあでもやっぱりこう吉田が出て、うん、杉本のツーランで勝ったんだけどさ、はい、まあ首位打者とホームラン王が並んでると怖いなっていうふうに思うよね、うん、はい、もうシーズンを象徴するような、うん、そうだね、うんうん、内容でしたね、うん、まあ今日決着するのかどうかね、はい、あの意地を見せてくれるのかどうか、はい、まあ本当に楽しみにしたいと思います。はい、はい。